最近画像です。はい、ということで今回は前回ね紹介したファントミディスティデラックスに続いて、いやーね、本当はねこれを一番最初に紹介するべきでした。ということで今回はこちら、秘密戦士の証であなたもファントミラージュに、ファントミペンダントを紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回紹介するのは秘密戦士ファントミラージュ、ファントミ戦士の証、ココミちゃんたちもつけてるよね、ファントミペンダント。これキラキラで可愛いよね。多分ねサイズ感もココミちゃんたちがつけてるものとほぼほぼ一緒なんじゃないのかな。かなりねリアルな感じなんだけど、ぐるっと回してパッケージのね裏面を見てみるとこんな感じにね注意や警告、そしてねセット内容が載っている感じで、セット内容としてはねまあご覧の通りファントミペンダントがね一つ入っている感じなんだけど、カッコ書きでねチェーン付きって書いてある通り、実際にねファントミペンダントを装着して遊ぶことができます。あとはね関連するファントミのねグッズ、おもちゃがね紹介されているんだけど、まあ予定としてはこれかな、ファントミトリックもね紹介する予定なので、こちらの方もお楽しみに。じゃあね中身の方も取り出していきましょう。いくよ、せーの、ダッ。あ、これはすごいね。ゾウのね大きな手で持ってみても、ほら全然小さくないっていうか、むしろ大きいぐらいだよね。しかも超キラキラしてる。細かいねパーツ装飾もねかなり可愛くて、あ、ほら上からハートにスペード、でこっち側にグローバーで、あとはダイヤって感じで、ファントミラージュ4人の、あ、そういえばねダイヤといえばね、前回紹介したファントミディスティデラックスの時にねちょっとね気づくことができなかったんだけど、これこれ、ここにもねダイヤがあるんだよね。でね、なんでびっくりしてるかっていうと、これ発売した当初はねまだファントミダイヤはね発表になってなかったんだよね。っていうことはさ、もうおもちゃが登場した段階でファントミダイヤが登場することって予告されていたってことだよね。いやー気がつかなかったなー。あ、ほらここにもダイヤがある。そっかそっか、こういう感じで予告されているわけね。なるほどなるほど。あ、でねこのファントミペンダント、さっきもね言った通り実際にねアクセサリーとしてつけることができるんだけど、こんな感じにチェーンがついていて首から下げて遊ぶことができます。でねこのまま頭から通してつけることはねもちろんできるんだけど、こんな感じにねチェーンの部分を外すことができるので、できればねこっちを使って取り付けた方がチェーンがちぎれたとかそういうこともなく楽しく遊べるんじゃないでしょうか。じゃあねこっちをおすすめします。っていうことでね、ファントミペンダントじっくりと見ていきましょう。ということで今回紹介したのは秘密戦士ファントミラージュ、秘密戦士の証ファントミペンダントでした。ご覧の通りねファントミペンダントの他にもいろいろとねまたファントミのグッズ用意してみたので、これからね順番に配信していきたいなと思います。今回登場したファントミラージュの他にもね、バイキンのジョーのチャンネルでは男の子向けにシンカリオンやリュウソウジャマニアの動画、女の子向けにリカちゃんやプリキュアの動画、他にもねアンパンマンやパウパトロールの動画など家族で楽しめる動画をたくさん配信しているので、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。